ご紹介させてください。クリトの最年長リーダーの山川美智香です。はい、サブリーダーの16歳高校2年生の浜田彩香です。はい、最年長の高校1年生16歳の宮川里奈です。私たちはテクノポップアイドルとして活動しています、キプトロンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に聴いていただいた曲は銀河鉄道スリーナイトパイでした。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちキプトロンはもしもし日本フェスティバルに今年で3年連続で出演させていただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。今年もこんなに素敵なイベントに呼んでいただけてとっても嬉しいです。今日は一日よろしくお願いします。イエーイイエーイ。さあ皆さん楽しんでますか？嬉しいですね。でもなんと次の曲で最後になってしまいます。ありがとうございます。最後に聴いていただく曲はキュプトロンの曲の中でも元気で楽しくてワイワイできる曲になっています。それでは聴いてください。ユニコーンパレード。Thank you.
告知をさせてください。この後私たちそこのマリカーって書いてある隣のブースで特典会をやるので、この後すぐなので皆さんぜひ遊びに来てください。そして明日も14時25分からこのステージにてライブ、16時25分からこのステージにてライブを行うのでぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。まだまだもしもし日本フェスティバルは続くのでぜひ皆さん楽しんでいってください。以上、せーの、カラフルポップ from テクノワールド、キプトロン。